皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日の動画ブログはあなたのお客様は誰というテーマでお届けいたします。もう数ヶ月も前のことなんですけども、仕事で新潟市の西蒲区というところに行ってきました。おそらく新潟県民はですね、西蒲区という名称よりも薪と言った方がですね、馴染み深いかと思います。アポの時間まで少しこう余裕があったので、通りがかりのセブンイレブンで休憩をすることにしました。トイレを済ませて温かい缶コーヒーを買いました。そして車に乗り込んで缶コーヒーを開けると、セブンイレブンからですね、スーツ姿の中年男性がお客様を追いかけるように出てきたんですね。私は一瞬なんだろうと思いましたけども、気にもせず再びコーヒーを飲みました。しばらくするとまたしても先ほどと同じスーツ姿の中年男性がお客様を追いかけるように店内から出てきました。私は悪いと思ったんですけども、興味本位で車の窓を開けて2人の会話を、食い入るように聞きました。どうもこう聞いてるとアンケートをねやってたんですね。スーツ姿の中年男性は日本タバコの営業マンだったんです。実はこういうことでタバコを買ったお客様を対象に聞き取りのアンケート調査を実施したんですね。お客様にはタバコのサンプルをプレゼントしてからアンケートを行うと。残念ながらアンケートの内容までは聞き取れなかったんですけども、アンケートに答えるとクオカードがもらえる旨は伝えていたようですね。そしてわずか15分の間だったんですけども、3人もの聞き取りアンケートを行っていったと。ここ新潟では対面でのね、このような店頭アンケートを行っている様子を見ることはめったにないので、私はとてもラッキーだと思ったんですね。そして残念ながら私は対面での店頭アンケートも街頭アンケートもされたことがないですね。皆さんはいかがでしょうか。いずれにせよこのようなリサーチを行うのはやっぱり大企業なんですよね。さて今日の本物の商売を目指すポイントです。今月の初め、異業種勉強会の伊藤会っていうね、たびたび動画ブログでも紹介してますけど、その忘年会がありました。会場は新潟駅近くの花の舞というね、居酒屋だったんですが、なんと3000円で、飲み放題、食べ放題という、ちょっとこれはね、驚きました。参加者は7、8人で、一通り注文を済ませて生ビールで乾杯をしました。しばらくするとね、酔いも回って皆さん饒舌になってきたわけですけども、30分もするとですね、こう人目を引く派手なコスチュームを着た若い女性がやってきました。そして少しお時間よろしいですかと言われたので、どうぞどうぞと言ってね、まあ、答えたんですけども、この彼女、実は日本タバコの新商品の PR にやってきたんですね。早速タバコの説明を始めて、そしてサンプルを希望者に配布した。まあ、希望者といってもタバコを、ね、吸う喫煙者の方ですよね。その間わずか2、3分の、ね、出来事だったんですけども、手際よく仕事を終えると隣の部屋に、行きました。そういえばですね、この数年前も新潟駅の、ね、南口っていうんですか ね、新潟駅南の居酒屋で、日本タバコの新商品のキャンペーンを若い女性がこのようにやってたっていうのに遭遇したことがあります。まあ、全くね、その時と同じ手法ですね。このように異業種の店頭でサンプルを配布する販売促進、これは様々な業種で応用できそうだなと思いました。ただしね、ポイントがあって、セブンイレブンの聞き取りアンケートも居酒屋のサンプル配布も、タバコを購入したお客様とか喫煙しているお客様を対象に行っているということです。無作為にね、誰でもいいからやってるわけではないということですね。つまり PR の効果がありそうな対象者にフォーカスをしていると。このフォーカスをするしないでアンケートの信憑性とかサンプル配布の有効性が大きく変わってきますね。特にですね、アンケートやリサーチ、これは商品やサービスを購入しそうなお客様に行わないと全く意味がないということです。ここの部分を履き違えると、あまりにも多種多様な回答が寄せられて、採用する意見と採用しない意見の判断基準がつけられなくなる。ですから全く的外れな意見に振り回されることがあるということですね。例えば
普段マクドナルドを利用しているお客様にモスバーガーに対する改善点を聞くと、もっと早く商品を出してほしいという意見がこれ必ず出るそうなんですね。しかし普段モスバーガーを利用するお客様はそんなことは言わない。モスバーガーがマクドナルド並みの速さで商品を提供したら、モスバーガーの強みがなくなるからですよね。また逆に普段モスバーガーを利用しているお客様にマクドナルドに対する改善点を聞くと、もっとヘルシーなハンバーガーを開発してほしいとかね、こんな意見が出てきます。しかしこれも的外れなわけです。ちょっと余談になりますけども、マクドナルドがヘルシー系商品を発売すると業績が悪くなる傾向にあるという話を私は聞いたことがあるんですね。このことからもマクドナルドにヘルシーを期待しているお客様は少ないってことなんですね。まあこんなことでリサーチとかアンケート調査、これは気をつけて行ってください。今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。